腰見たぞ。兄貴、おい兄貴、兄貴来ないでくれ。兄貴、俺は兄貴を親殺しの外道にはしたくないんですよ。教えてください。兄貴、開けるとすっごいな。よくも俺の弾狙ってくれたな。戻れ。腹くくってやっとんのか、神野さん。あんたとの杯はこれでおしまいだ。これから立川は一本ちゅうことでよろしくお願いします。お待たせ。やっと片付け終わったわ。お疲れさん。ありがとう。こうやって二人で飲むのも久しぶりね。そうだな。でも大丈夫なの？あの破人会がこのままリュウちゃんを放っておくとは思えないんだけど。会長に茶が向けしまったからな。奴らもメンツにかけて何かしら返しかけてくんだろう。まあそん時はそん時でなんとかなるさ。何のお天気なこと言ってんのよ。悪い、俺がこんな家業のばかりに心配ばかりかけちまって。いいのよ。前にも言ったでしょ、私は覚悟を決めてあなたについてきてるんだから。全員銃刀法違反の現行犯で逮捕します。はあ、おとなしく署までご同行願います。リュウちゃん、かつて戦後の動乱期 GHQ の支配下に置かれた日本警察は度重なる駐留米兵や在日外国人の犯罪を事実上取り締まる術を失っていた。これに代わって立ち上がったのがバクトや敵屋に代表される日本のアウトローたちである。だがその裏には謎のフィクサーがいたという。その名は竜亭。華僑の流れを組むと言われているが正体は一切。その影響力は現在もなお闇社会のみならず警察機構や政財界にも及んでいるという。
たんですか？そうなの。あれから結局一晩も帰ってこなかった？でも、オーナーのバッグにはあの竜手がついてるわけだし。そうですよ、所轄の警察くらい裏から手を回してくれて、そのうちひょっこり帰ってくるんじゃないですか？だといいんだけどね。ウィッス、サヤ、今帰ったぞ。リュウちゃん、オーナー、なんだなんだよ、あら、新規生活立ち上がって。何言ってんですか、みんなオーナーのこと心配してたんですよ。あ、何が心配だよ。大体昨日の件は俺は被害者だからな、正当防衛が認められたんだ。もう釈放されたんならすぐ連絡してください。そうですよ、心配で眠れずに待ってた。ママの身にもなってください。悪い、さや、また心配かけちまったな。いいのよ、でもよくすぐに釈放されたわね。まあ話の分かる所長さんだな。俺の名前を出したらすぐ釈放してくれたよなあ、刑事さん。あんた一体何者なの？あ、銃刀法違反の現行犯で逮捕されたあんたがなんで正当防衛ですぐに釈放なのよ。だからお宅の所長さんに聞いただろ、立川には関わるなってな。だからそれが納得できないって言ってんの。歌舞伎町の顔役とまで呼ばれる役さんのあんたをなんで警察が逮捕できないわけ？あ、なんだそりゃ、俺そんな風に言われてんのか。言っとくけどな、魔人会には杯返したんで、今は知らないバーのオーナーだぜ。それは表向きの顔で、本当は今でも一本で破人会と睨み合ってる現役バリバリの役さんなんでしょ。だから昨日も命を狙われた。違う、知らねえよ。なんで狙ったのか昨日探ったやつに行けばいいだろ。とぼけてられんのも今のうちよ。あんたにどんな骨があんのかは知らないけど、このまま犯罪者を野放しにしておくわけにはいかない。絶対にもみ消せない決定的な犯罪の証拠を掴んであんたを逮捕してやるの。覚悟しておいてよね。おー、怖。じゃあお前こうしろよ、お前うちの店でバイトしろ。は？ちょっとリュウちゃん何言い出すのよ。まあまあ、ちょうど見せてくるそうだったろ。こいつ口は悪いけど結構いいルックスしてるし、いいんじゃね。そうだけど、で何考えてんの？あ、別に。お前も俺の近くにいた方が俺の動向を探りやすいだろ。堂々と潜入捜査すればいいじゃね。ここで働かせてもらえませんか？そうね、でもあなた夜のお仕事の経験ないでしょ。なんで？真面目そうだから。男の人に触れられたら蹴っちゃいそう。蹴りませんから。いいわよ、じゃあ今夜から働いてみる？いいんですか？オーナーがオッケーしちゃったしね。で、あなたお名前は？彩香、北条彩香。まあ、いつまで続くか知んねえけど。続くわよ。兄貴、これ。
してください。やはり昨夜の一晩はおめんとこの若いもんか。はい、すいません、本家からいつ兄貴をやるんだってせかされまして、特に荒巻の時期がすごい剣幕でして。まあお前にも立場があるからな。にしても俺のかつての射程にやらせるとは相変わらず性格が悪いぜ、荒巻のやつ。まあもう気にすんな。お前が本心で俺を狙ったんじゃないってのは分かった。もう帰っていいよ。はい、ありがとうございます。兄貴も気をつけてください。ちょっとなんで返しちゃうの。あんた命狙われたんでしょ。ガキは黙ってる。なんですって。あいつは俺に殺される覚悟でここに詫び入れに来たんだ。これが本家にバレたらあいつもただで済まねえのにだ。俺にはこれ以上あいつを責める気にはなれねえよ。だからって、それともあいつを逮捕するか。逮捕もういねえよバーカ。あんたねえ、ゆうちゃんもうやめなさいよ若い子で遊ぶのは。逮捕してやるんだから。ほら、助けろ、何しに来た。ほら、待てんかい、これ桜井さん、どういうつもりかは知りませんが、心を通すわけにはいきません。どうぞ引き取りを。神野さんに会いに来た。いきなり来られても困ります。どうしてもとおっしゃるならアポを取ってからにしていただけませんか。兄貴何やってんだよ。兄貴落ち着いてくれ。兄貴の気持ちは俺が一番よく分かってる。だけど兄貴、ここは来ないでくれ。突っ込んだ。あっちか。これは何の前なんだ。まさか勝ち込みちゃうやろ。荒巻さん、神野さんに会わせてもらえませんか。あいつはここにはおらんが、あなたら早いね。嘘じゃないっすよね。こっちはほら丸腰してんの。ほう、そういう時はそうだ。これだけのことをして生きて帰れると思ったのか。もう出てくる。なに、中身せ。ユージ、相変わらず元気がええの。高木さん。おじき、ジャーカー聞いてくれ。ユージは俺が話す。ユージ、奥で話す。会長は所用があって外出しとってな。そうですか。それ
で会長に話し言うのはないよ。添井崎の件です。そいつがどないした。俺に対する会社にあいつを使うのはやめてもらえませんか。よりによって俺と仲の良かった奴にやらせるっていうのは酷じゃないですかね。次は足原ですか。兄貴、なるほどの。踊れの言い分はようがあった。だが俺らにも面というもんがある。天下の破人会敵に回したらどないなるか世間に示さるな。それは十分分かってます。龍二、踊れが会長に杯貸してる時な、俺は真相悲しゅうなったぜ。踊れは妖気を助け強気をくじく本来の人気度を貫いてる男やと認めとったからな。俺は会長も同意見。え、神野さんがそんなことを。どうや、今からでも会長に呼び入れて戻ってこいや。俺からも口聞いてるぞ。いや、今さらそんなの虫のいい話は通らんですよ。それに俺の存在を心よく思ってないお人もいるようで。とにかくこの件はなんとかご配慮お願いいたします。分かった、考えておいたろう。ありがとうございます。俺のための欲しけりゃてめえで来いよ。また良くない噂を耳にしたものですから。え、ねさやさん、あ、まあまあ、あの人ってもしかして師匠会の姉さんじゃないですか。そうよ。嘘でしょ。立川さん、顔討論を覚えていますか。確か俺らが叩き潰したチャイニーズマフィアですよね。首謀者はフクロンタをパンパンな。Damn!
その件なんですが、ただや。はい。うちが掴んだ情報なんですが、どうやら闇流体に押さえつけられていた残党が息を吹き返し、活性化しているようなんです。連中は自らをネオカウトーロンと名乗り、水面下で勢力を拡大させようと暗躍しているようです。ネオって、特撮のヒールかよ。連中は相当立川さんのことを恨んでいるようです。命を狙ってくるかもしれません。十分に気をつけてくださいね。またですか。姉さんみたいに綺麗な人にモテるんだったら大歓迎なんですけどね。立川さん、もう冗談を言ってる状況じゃないんですよ。いやマジですよ。すいません、まだ準備中なんですけど。キャー！さや！女の命が欲しかったら銃を捨てた。早く捨てろ。華僑の者、ウー大臣中のあんたやな。なんだね君は、ずいぶん不作法じゃないか。やかましやこれ。腕免除の話。それよりな、ネオカオトゥーロンとやらについて、踊りが知ってること、話してもらおうか。ネオカオトゥーロン？何も知らんよ。私は何もしてないよ。とっとと帰ってくれ。その面は何か知っとるのかもやろ。
さっさと奴らの味と。断かい。知らないよ。私は本当に何も知らないよ。あんたも連中と関わらん方がいい。ただじゃすまんぞ。やなじや。もうとっくにただじゃ済んどらんのじゃ。こっちはな、本部長の弾捕らえとんじゃ。このまま黙っとったらわしら飯食うてやるようになる。私は本当に知らないよ、何も。邪魔だ。辰巳さんの件、お気の毒でした。狂犬西さんも瀕死の重傷らしいですね。あんだけ玉食らってな、よく死ななかったよ。不死身かあいつは。確かに。で、何かあったのか。チャイニーズマフィアの動向についていろいろと調べてみました。最近大陸の連中がどうもおかしいと思ってたんですよ。香港やら福建やらあちこちの黒社会が一斉に息を吹き返してますね。よくわかったな。日本や韓国の筋物がどうも商売上がったりらしくて、まあ、そっちから調べてみたら、どうやら大陸全体の黒社会をまとめたやつがいるって言うんですよ。それがかつて花王討論にいた李延龍。李延龍、そいつがネオ花王討論でやるの。ルントか。凄腕の暗殺者として黒社会でも名を馳せた男です。立川さん、十分気をつけてくださいね。ああ、だがこのままってわけにはいかねえな。出たてめえ、兄貴でけえ。どうやらてめえら、ネ
とやらの殺し屋だな。ようやく会えたわね、立川隆二。あんたに潰された同胞の恨み、今ここで晴らさせてもらうわ。やれるもんならやってみな。帰り討ちにしててめえらのボスのとこまで案内してもらうぜ。あなたにできるかしら。かかれ。いいさまだわ、立川。待ちな。とどめは私が刺すよ。間に合ってよかったわ。仲間ともども皆殺しにしてしまえ。上等だ。めこそ配達まで満足やこら。そこまでよ。警察です。あなたたち全員逮捕します。やめなさい。どうしますか。サツの応援が来たら面倒だ。ここは一旦引くよ。勝負は預けたからな。またくるな。逃がさないわよ。お願いします。場所は新宿歌舞伎町。弁慶、お前ってやつは。弁慶さん、レアか。分かった。弁慶の亡きからちゃんと弔ってやってくれ。決着をつけに行く気ね。私も行くわ。いや、こいつは俺の喧嘩だ。けじめは俺がつける。私は刑事よ。弁慶さんを殺した犯人を捕まえる義務がある。命の保証はねえぞ。刑事に愚問。あの人も苦労すんな。え？
いい刑事になれよ。あと頼むわ。蹴りがついたらゆっくり温泉でも行こうぜ。いいわね。ようこそ立川隆二、我がネオカオ討論のアジトへ。誰だてめえ。私の名前はフー・グイフェイ、ネオカオ討論の副ルントよ。おお、だったらリー・エンロンとかいうボスはどこにいる。ほんと来い。俺が差しで勝負つけてやる。さて、あなたはルントのもとにたどり着けるかしら。我がネオカオトーロの精鋭を相手にして。上等だ。一人残らず叩きつける。レイヤー、来てくれ。
めなさい立川さん。後まで来そうにいません。どうか子分を。レイヤー、これ以上先へは行かせないわ。動かないで。早か。たんないか。立川さん、ここは私に任せて行って。早か。早く。ゆっくり決着がつけられるね。もし立川の前で刑事さんを血祭りにあげてくれるわ。雑魚に用はねえ。オスはどこだ。
私ならここにいますよ。大したもんだ。さすがは噂通りの男、立川隆二。よくぞここまでたどり着いた。てめえがリー・エンロンか。どうでしょう、立川君。私と組む気はないか。何言ってんだてめえ。君と私が組めばあの竜帝さえも支配下に、日本の闇社会制覇できると思っているんですか。おいおい、寝言は寝てから言えや。俺が竜帝を裏切っててめえに寝返ったと思ってんのか。ダメじゃねえよ。それは残念だ。だったら君をここから生かして返すわけにはいかないな。上等だ。こっちは鼻からやらくてきたんだよ。相変わらず元気がいいね、立川君。柴田。おいおい、俺たちは忘れてもらっちゃ困るぞ。姉さんたちまで。なんだ貴様らは。獅子王会姉、獅子王京子、都政のけじめつけさせていただきます。ほう、なるほど。巻き添えで死んだとかいう獅子王会の身内か。ふざけるな。よくも総長を。瀕死の西野、叩きも取らせてもらうぜ。立川、そこは俺らに任して、お前は親玉の始末頼んだぜ。始末。面白い。ならば地獄見せてあげましょう。セミス二代目総長三森さやなめんじゃねえ。ようやくマジになったみたいね。いやあお前がどんだけ喧嘩慣れしてるか、俺は倒せない。俺は一度たりとも負けたことがねえんでな。上等だ。だったら負けるってことはどういうことか教えてやるしかねえだろ。Yeah! Yeah! 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 Yeah!
あんたには関係のない話さ、突っ込んどいてもらえますか。おや、私は知っているのか。私は知らない顔だけどね。かつては闇流亭として兵所保を支配したあんたのご孔明は聞いてるわ。だけどそれは所詮過去の話さ。とっくに終わってんだよ。
これが立川の女さ、流教衆よ。遊びは終わりだ。
のね。立川、かっこええな。さすがはあの竜帝から別段に信頼を受ける。歌舞伎町の顔役やな。そうか、やはり今回の黒幕はてめえら破人会か。高木さんはこのこと知ってんのか。理事長は知る由もないわい。全てはオンドラのせいで無所にぶち込まれた。ゴーが本部長を次期会長に押すためにネオカウトゥーランがオンドラに対する恨みを利用したまで。なるほど、そういうことか。今の破人会には高木さんを次期会長へと押す幹部連中も多いと聞く。甲賀が後目を継げば今後も破人会はてめえら陣頭組の天下ってわけだ。まあそういうこっちゃ。わしらの手柄のためにもホンドラには生贄になってもらうで。リュウちゃん。くだらねえ。だったらその計算は関係ねえだろ。話してやれ。来るな。それ以上近づいたらこいつの命はないで。撃ってみろ。何？その後てめえらどうなるかちゃんとイメージできてるんだろ。早くこっち来るぜ。はい。あ、検察だ。このアジトは完全に放置だ。おとなしく投降するんだ。な、なに？いやいや、うちの娘もいろいろとお世話になったようで。そんなもんない。総監に似て刑事になれますよ。パパ。あ、いや、総監どうしてここに。彼女から連絡を受けてね。立川、恋人に心配かけるのもこれっきりにした方がいいぞ。後の処理は我々に任せてくれ。行こう。おい、立て。ほら早くしろ。リュウちゃん！
リュウちゃんしっかりして。オーナー、オーナー、今の女性何、何、ちょっとどうしたの。うるせえな、ちょっと打たれちまっただけだよ。ギャギャ騒ぐじゃねえよ。リュウちゃん大丈夫なの。決まってんだろ、俺がこれぐらいでくたばるったのよ。ねえねえ、なんか疲れたな、すっげえ眠い。悪い、ちょっとこのまま寝かしてくれ。お前に殺されてると、赤くて気持ちがいいだな。お前は俺みてえな役者もんにはもったいねえ。いい女だぜ。リュウちゃん、リュウちゃん、おい起きろよ。あれ死んじゃったら逮捕できないじゃん。俺がちゃんと受け継いであるからな。